ありがとうございました。ありがとうございました。もう1週間鳥取2週間ぐらい35度の猛暑日が続いてるんですね。そうですね、外は大変ですよ、はい。こういうねセレナーデを乗り越えるためにはもうさらっと言いますけど、セレナーデってなんだって思いとる。新しい言葉ですね。これ今日紹介したんですけれども、はい、濡らしてこれやっぱいいですね。もうこんなところで PR するのもなんかなと思いながらこれ本当にね僕ずっと手に持ってたら、そうなんですよ、もう手がね本当に手のひらが冷たくなるぐらい冷えてくるのね、でさらにこうパンパンって振るとそうさらに冷えるっていう、そうなんですよ、ね、優れものなんですよ。本当はねもっと力強くバン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 放送やりたかったんですけどねあの AD のスミッチがこれ濡らして絞ってきてくれたんですよ、はい、優しすぎるんですよ。そうなんですよ、しぶきだと思うんですよ。しぶきやりすぎるとなので、なんか絞れてるって思って、そうだからこうやってねこれぐらい本当僕やるとねこれぐらいやりたいんですよ。わかりますわかりますわかります。静かにやってだから、まあ、だいぶこれ絞っても問題ないと思うんですよね。これめっちゃ冷えとる。本当だ冷たい、ね、これこういうのでまたあの暑さ対策をしっかりとして、ね、で私たちがセレナーデというのは一体何なのかというところですね。私もそこ気になってたところです。いやマジで未だに、うん、情熱熱風セレナーデって言ってるじゃないですか。これ情熱熱風セレナーデが通じないのもしかして皆さんもどうですか。情熱熱風セレナーデあれあれほらマジか、何のことかさっぱり分からなかったんですよね。それで反応は鈍いのね、うん、目の前にたった一人しかいない仲間が全くついてこないので一生懸命一人でセレナーデ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 言ってましたけど、とりあえず暑い時セレナーデっていうのかなっていうふうにだけ思って、あでもいいです、それだけでいいです。もうこういう暑い時にはもう気温が上がって風がぬるい時にはセレナーデと呼んでやってください。何卒よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。マジか。